オーブとは、霊魂である説と、フラッシュ光の空気中の雨粒や微粒子による光放散乱が映り込んだものの説がある。スマホをフラッシュオンにして暗いところを撮ると簡単に撮れるそうだ。確かに廊下、テーブルの下で映っていた。オーブ動画で一発当ててやると思ったのに、知らなかった体でオーブを探せで遊ぼう。薄くて見えにくいのもカウントしています。ホコリといえばホコリなのかな。ホコリってこんなに動くのかな。例ならルル吠えるよね。吠えてない。私以外の人がここで撮ってみればいいんだ。この日も撮ったらすぐにオーブ。こんなにホコリが舞わないように嫁掃除しろっていう話かな。初売りで買った掃除機、使い心地いいわよ。軽くて静かになってた D 社のコードレス掃除機。箱根仙石原で撮ったのはオーブだと思うんです。動きがとってもゆっくりでした。